こんにちは、デリッシュキッチンです。たたきとろろの明太納豆丼を作ります。長芋5センチをビニール袋に入れ、袋の上から麺棒などで叩いて細かく潰します。明太子1本は切り込みを入れ、中身を取り出しておきましょう。納豆1パックをボウルに入れ、付属のタレを加えてふんわりとするまで混ぜます。ご飯丼2杯を用意し、納豆をのせて、長芋をのせ、明太子をのせます。刻んだ細ネギ適量と白いりごま適量を振り、刻み海苔適量をのせ、計2食分作ったら完成です。ぜひお試しください。